はい、今日はね、先祖供養なんか本当はね、いらないんだよっていう話をしますね。それどころかね、しちゃいけないんです、ね。私ね、ずっとこうやってご先祖様の話してますけど、先祖供養しろとは一回も言ったことはないんです。言ったことある？覚えてない？覚えてないの？人の話聞いてねえな、たくね。でね、まあそう言ってる私だってね、自分が何言ったかすぐ忘れたりするけどね、ほんと。まあ年だから仕方ねえやね、ほんと。あーってね、あーって。あ、何の話だったっけ？あ、そうそうそう、ね。何の話？ああ、そうそうそうね。先祖供養って本当に必要ですかってね。私ね、本人にインタビューしてみたんです。はい。本人ってね、ご先祖様ね。守護霊、守護のご先祖様。そしたらね、守護のご先祖様、守護霊さん、こう言ったの。なんて言ったと思います？はい、こう言ったんです。宇宙で一番優しい神様に今日も感謝します。こんにちは、開運案内人池田芳香です。今日はですね、今話したみたいなことなんですけどもね、たまにさ、ほら、言う人いるじゃないですか。供養しないと不幸になるね、そう言って人を脅すような人さね、いるじゃん。罰当たりだよね。ね、まあ、そういう人こそ罰当たりなんだよね。そうやってね、脅す人が言う先祖供養っていうのはね、ね、大体さ、先祖供養でも何でもなくて、まあ、大体どっかの宗教とかね、まあ、そういうのでお布施とかお払いとかね、まあ、知らないよ、でも聞いたことあるじゃんね。何十万何百万取られちゃったとかね、宗教に騙されたとかさ、聞くじゃないですかね。そういう問題ってね、いろいろ聞くわけですよ。ですからね、ご先祖様本人に聞くのが一番早いからね。ね、先祖供養って言いますけども、あの世から見ればどういうふうに見えるのかね、聞きました。はい、それはね、おっしゃるにはこういうふうに見えるんです。はい、それじゃああなたにね、質問です。質問、はい。昔好きだった歌ありますか？私たちの世代だったらさ、ほらね、好きな歌っていうと歌番組で育った世代だから、まあね、私の世代だったらね、あのザ・ベスト10とかね、夜のヒットスタジオとかね、まあ、受験勉強で、まあ、ラジオ聞いてたりさ、まあ、ほら最初に買ったレコードとかさ、覚えてるね。まあ、私はね、確かね、あれね、井上陽水の氷の世界だったのね、思うんだけども、まあ、なんで確かかっていうとね、あのうろ覚えかっていうとね、もっとね、小さい頃にウルトラセブンのね、そのシートが家にあったのよ。ね、まあ、そのシートって知ってる？ね、まあ、わかるよね、あの赤いペランペランのやつでね、漫画絵本のね、付録とかについてるの、ああいうの。ね、いや、まあこの話はどうでもいいんだけど、まあ、例えばね、先祖供養であげるお経っていうのは、そういうもんだっていうの。
まあ、何言ってるかって言いますと、昔はね、どこの家にもね、仏壇っていうのがあって、ね、まあ、今じゃさ、仏壇がないお家の方が多いらしいけどもね、仏壇があるお家ってさ、もう4割切ってるらしいよ。ね、まあ多分これからさ、もっと減るんだよね。でも、昔はさ、ほとんどのお家に仏壇っていうのがあって、当然そこでお経をあげてたんだとね。代々ね。それこそ先祖代々ですよ。代々続けて何百年もそうやってきたんで、お経をあげられると、自分は神仏神霊としてちゃんと尊敬されているなと。ね。敬愛されている。ね。ということで、どんな魂でも、とりあえずそこで、それでお経で満足したんだと。はい。ところがね、今は違うんです。今は違う。ね。で、まあこれ、今でも熱心に宗教やってるお家とかはね、まあ別だよ。ね。でも、ずっとお経とは無縁できたのにね、急にお経をあげられても困るんだと。だって、何言ってんだか分かんないね。それよりも普通に話しかけてよ。昔好きだった歌謡曲でも聞かせてよ。ね。まあそれでさ、思い出話でもして自分のことを懐かしんでくれる。ね。ご苦労様でしたってねぎらってくれる。ありがとうございましたって感謝してくれる。するとね、ああ忘れられてないんだな、覚えててくれたんだな、ね、まだ家族、親戚、身内、私のことを大事な人と思っててくれるんだな、ありがとう、ありがとうね、その方がずっと嬉しいよ、ね、この気持ちは100年経っても忘れないよ、200年経っても忘れないよ、でも300年だったらどうかな。まあそれは冗談としてね。このつながりは永遠、永遠なんだよ。だからご先祖様ありがとう、ありがとうございますって。それだけでいい。この永遠のつながりを意識することをね、本当の先祖供養って言うんだよ。ね。こういうふうにね、私たちのご先祖様は言うわけです。今、この話を聞いてくれているあなた、そして私、私たちには共通のご先祖様だっているわけです。ね、私たちは遡るまでもなく、ずっと初めからね、家族だったんです。私たちは家族だったんです。ですから特定の宗教とかね、特別な誰かがこういうのをね、独占しているものじゃないんです。ね。ね。あ、それからね、言っとくけど、意外なことにね、お仏壇、お墓があるお家の方が先祖供養できてないお家がね、最近は多いって言うんですよね。まあどういうことかっていうと、先祖じゃなくって仏壇を拝む。ね。亡くなった人にじゃなくて、墓石をね、墓石、墓石をただ拝むってね、形だけの人が増えたからってね、そういうね、そうじゃなくってさ、ご先祖様はその向こうにいるんだからね、ね、でしょ？はい。ですからね、最初に私言いました。形だけの先祖供養なんかいらない。それどころかしちゃいけないんだ、そういうのはね。ご先祖様、守護霊、守護のご先祖様、ね、あなたが直接語りかけてください。ご先祖様や守護霊が守ってくれる、ね、そして守ってくれる奇跡やご利益っていったものは、ね、ですからね、誰のものでもない、誰のものでもありません。最初からあなたのものなんです。
ね、はい、供養っていうのはあなたと目に見えない世界、あの世とのつながりのことなんです。ね、お経をあげることでも、お金をかけて仏壇やお墓を立派にすることでもない。亡くなったおじいちゃん、おばあちゃん、お父さん、お母さん、兄弟、姉妹、ね、先に行ってしまったかわいそうなあの子、ね、気持ちを寄り添う、心を寄り添わせるっていうことなんです、ね、どうかあの世でも幸せでいてほしい、ね、あちらもこちらが幸せであってほしいと願い合う、願い合っている、お互いに幸せを願い合うっていうことがまさに供養、これがね本当の供養なんです、ね、まるでね笑い話のように始めてしまいましたけども、今日のお話が本当の供養、本物のご供養、ね、私とあなたのご先祖様供養です、ね、それではこれからあなたの思いがより一層守護霊、守護のご先祖様にも届いて、さらにどん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 運気が上がってきますよ、どん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 より良い人生が送れますように、エネルギーお送りしますので受け取ってください。では目を閉じて受け取ってください。断三観の方をご存知の方は、これから断三観の方を実践した後、再度これをご覧になるか、この後に断三観の方を実践してください。それでは始めます。神様、神様、下回りは下回り、アンチは下回り、アンチは下回り、下回り。神様、神様は下回りは下回り、神様は下回り。神様、神様は下回りは下回り、神様は下回り。心臓は心臓は私ね、よくね、こういうこと聞かれるんです。うちにはお墓がありません。お墓参りしないといけないんでしょうか、ね、仏壇はあった方がいいんでしょうかってね。ではね、その返事、あなたの守護霊、あなたの守護のご先祖様からのメッセージです。聞いてください。人と比べるのをやめよ。人と比べるのをやめたら幸せになる。これね、意味がわからない人もいるかもしれないけど、胸にズキッと突き刺さる人も
いるんじゃないかな。ねえ、どうですか？人と比べるのをやめたら幸せになれる。はい。今日もね、もしご先祖様にお願いしたいこととかね、叶いたいことありましたら、あとコメント欄に絵馬に書くようなつもりでね、願いを、その願いよろしければ書いてみてください。はい。それでは次の動画でも今のあなたにぴったりのお話をしていきますので、次回の動画でまたお会いしましょう。開運案内人池田芳子でした。